ますよ。あ、始まってるかも。あ、もう始まってるかも。さあ、うん、さあ始まりました。かけるメンバー生配信番組かけるチャンネル。よいしょよいしょよいしょ。今日はね、なんと43回目を迎えるこの会議チャンネルですけど、いいですね、元気あって。やるしかない。元気ありますね。今回 MC 担当させていただきますロングコートダディです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。この記念すべきね、43回目の MC をさせていただけるということで、何がやりたいんですけど、はい、そんな、大事な43回目になるメンバーはこいつらだ。こいつらだ。こいつらだったのか。こいつらだ。格闘技の紹介です。一人ずつ自己紹介していって。あ、赤コーナーのドーナツピーナスです。赤コーナー。格闘技。ドーナツピーナス。赤コーナー。あ、青コーナー、ムネアスです。チャンピオンだよ、俺ら。お願いします。応援して。お願いします。鎌田。あ、青コーナー、鎌田キテレツです。お願いします。鎌田キ、鎌田キテレツと胸足キテレツ。うん、胸足キテレツ。胸足キテレツ。これなんでキテレツなの？僕は、あれなんですよ、壁ポスターの浜田さんにつけていただきました。あ、そうなの。はい、鎌田キテレツ。その場でつけて、そのまま送りましょう。その場で。鎌田は？鎌田は本名。鎌田は本名です。なんでキテレツ？キテレツの由来は？いや、違います。大百科。キテレツはつけてない。サンバイザー。違います、違います。あれ、サンバイザー。キテレツって言われます。サンバイザー。そうか、サンバイザー。真ん中に邪魔邪魔でない。どっちかで。誰が喋ってんの今。一回目じゃ黙ってくれ。仕切ってくれ。ここのね、はい、かけるメンバー生配信番組かけるチャンネルなんですけど、毎週金曜日にかけるメンバー2組の中心にお送りする30分間の配信となっております。30分間の配信となっております。アジポン。アジポンもいい季節ですね。アジポンも合う。そして早速トークテーマの方に参りましょう。トークテーマ、前回のくじ引きにより喜怒哀楽の楽となっております。トークテーマ、みんな書いてくれてたよな。楽しいことですよね。楽、楽しいことは。はい、全然楽しくなくても楽にまつわることだったら何でもいいな。そんなダラダラ出さんといて。全然みたいなね。塗ることない。ごめんなさい。だから俺も言ってたから、まあ出したらあかん。出したら出したらあかんって。ごめんなさい。でいくよ。すみません。それでは、デデンで出す。デデンで出す。パネルオープン。デデン。よいしょ。出ました。あ、どう言ってた。誕生日ドッキリから行こうかな。はい、僕だから誕生日ドッキリから。僕ちょっと、まあこれ好きな話なんですけど、僕が好きな話。単純に好きな話。好きな話。じゃあ楽しいんで話。楽しい。誕生日って楽しいじゃないですか。楽しい。高校の同級生なんですよ、ドーナツが。はい。で、ドーナツが高校生の時に、高校3年生の時に誕生日ドッキリ仕掛けようと思って、で、ドッキリの内容っていうのが、ドーナツに誕生日の日に学校からこいつが家に帰ったら、ドーナツに電話かけて、ドーナツがその当時仲悪かった、ちょっとあヤンキーっぽいね、同級生の荒川ってやつがおったんですけど、荒川で、荒川が今日お前ん家に行ってお前のことボコボコにすると、お前にタイマン売りに行くらしいぞって言って、で、ドーナツのとこ行って嘘でしたでプレゼント渡そうかなと思って、だから軽くなんか、なるほど、ね、ちっちゃいドッキリ挟もうかな、ただ普通にプレゼント渡すのもあれなんでと思って、で、その日普通に一緒に学校帰って、で、そのまま別れて、で、ドーナツ家帰ったの分かったんで電話して、で、荒川が今お前ん家ボコボコしに行くと、タイマンしに行くってするぞって言ったら、あ、ふざけんなわけ、俺誕生日やぞって、もうすぐ引っかかったんですよ。ふざけんなわけ、ふざけんなわけ、ふざけんなわけ、ふざけんなよってなって、で、僕、誕生日プレゼント持って、チャリでこうやってこいつの家行ったんですけど、ドーナツの家が遡ったところのマンションのアパートなんですよ。遡ったところにアパートがあって、そこなんですよね。で、ブワーって登っていったら、ガーッともうマンションのアパートの下を、アパートのね、団地か。団地の、うん、そうや、団地のとっつったら2階建てのイメージ。あ、そう、団地なんですけど、むちゃくちゃボロいんですよ、まずもう。なるほど。部屋、お風呂、お風呂真っ暗やったりしてたんですよ。そう、言う必要ない。お風呂真っ暗やったりしてたんですよ。ちょっとカビがあるぐらい。そうなる、ブレるよ、お前の話。そんな掃除もしてなかった。聞いてこない。掃除、3、4人死んでるぐらい、もう、汚くて。で、その団地がガーって見えてくるんですけど、遡ったら。これ、登っていく、その見えたところに、ドーナツ、当時からメガネだったんですけど、メガネコンタクトにして、ジャージ着替えて、シャドーボクシングにしてたんですよ、こうやって。え？やる気まんまやる気まんま。めっちゃ言われてたやんと思って。で、ドーナツに、ごめん、もう嘘つって。嘘かいってなって、ごめん、もう誕生日プレゼント持ってきたから、ちょっとお前ん家入ろうつって言ったら、こいつが自分ちのベランダ行くさして、おい、もう大丈夫やから、もう大丈夫、大丈夫って言ってんすよ。何かなと思って、パッて見たら、こいつ家のベランダから、
ドーナツの弟がエアガンでこっち狙ってた。狙撃手。すぎるやん。めちゃくちゃ怖い。めちゃくちゃ怖い。やばい援護を頼んでたんや。そうっす。弟加藤。もし俺がやられそうになったら目打てっつって。目も当たるためじゃん。祭りのくじで。危ないよ。だいぶ怪我する。めちゃめちゃ怖かった。祭りのくじで当ててたね。クソでかいエアガン。そういう話なんですよ。素晴らしい。確かに。学生時代がそういうの。学生そうですね。兄弟愛も感じられる素晴らしい話です。ちなみに何あげたの？その時はプレゼント。何あげたかな。パーカーみたいなのか。パーカーやったっけ。レインボーじゃないあれ。レインボーのパーカーって。いや、じゃあレインボーのパーカー、レインボーっていう漫画じゃなかったっけ。ああ、漫画？漫画じゃない。あ、漫画やったか、漫画やったか。なんかあの戦争時代の漫画ありました。人々レインボーって。そう、二者六望の子たちの。あれな。あれあげました。キャベツ。キャベツ。キャベツ似てますよね。お前は。誰が？いや、どうもです。どうもです。どうもです。似てないよ。僕見たけど似てない。俺のバッチ俺の目見ながらどうもです。間違えないよ。いや、こいつ今間違えるんすよ。本当に。やったな。ボケじゃないぞ。ボケじゃなくて、ほんまに。マジやったら。いや、いい話だ。間違い珍しいよ。コメントコメントも来たんじゃない。コメントコメントちょっと今日ピーナッツが呼んでくれるって言ってから。この間でも桜川でドーナツさんがカラスに餌あげてました。やってないよお前。もうマカやってないっすよ。なんで見られたの。なんでなん。やらないやらないです。カラス怖いで。書いてない。ちょ貸してよお前。書いてないですよ。あ、でもこれはい、うさぎさんがこの前ミノーのスーパーでボトルガム買ってました。いや買ってねえって俺。ミノー見たことない。ミノー見たことない。ありそうやから。ミノー見たことない。ミノー見たことない。すいません。買ってないです。あ、でも胸安がなんか筋トレ好きすぎて、この間天禄でダンベルとラブホテル入ってました。どういう理由？筋トレ好きすぎて。愛しすぎて。ダンベル愛しすぎて。ダンベルとは行くよ。それ以外はでも着てないですね。着とるやん。なんでそれ以外のみなのしか着てない。ということでそれがね、見えてね。はい。じゃあ次行きましょうか。はい。バン。パネルオープン。どうしようかな。着てるやつ行こうかな。あ、ハイブランドのお店で。これドーナツさんと一緒にちょっとハイブランドのお店に行く機会がありまして、ドーナツさんの弟さんが成人式を迎えるっていうので、その成人式に着る服を一緒に選んであげようということで、一緒登場人物がすごいじゃん。一緒に今選びに行かせていただいて、ついてきてもらったんです。結構な値段するお店に入らせてもらって、でまあこれじゃないあれじゃないってやってたんですけど、まあその時にドーナツさんこれどうですかねって言って、ああまあまあ、あんまり合わへんかもな、ドーナツさんこれどうですか、ドーナツさんこれどうですかってやってて、あ、まあちょっとまた様子見ますって言ってお店出た時に、ちょ、まあ、何しとんみたいな、出た、怒られて、え、何ですかって言ったら、ああいう店でドーナツさんって呼ぶなって。恥ずいじゃないですか。むちゃくちゃ恥ずかしい。ハイブランドでスーツ借りてきてる兄さんがこう、これどうですかみたいな、一人出してくれたら、ドーナツさん、ドーナツさん、バカみたいな。バカって言って、なんて呼んだよ。でまあ、そうかと思って、お前かっこいい名前で呼べ、みたいな。どうせやったら、かっこいい名前なんですかねって。あ、まあ、道明寺とかですかねって。道明寺でいいからそうやって呼べって言われて、で次のハイブランドのお店入って、道明寺さんこれどうですかねって言ったんですけど、もう全く反応しなくて呼ばれされてないから、でドーナツさんどうですかね、お前呼ぶってさっき言っただろって言って、そのやり取りがずっと楽しかったです。楽しかった。道明寺の方が笑われそうで笑われるで。道明寺さん全然反応せんか。本名はいやいや全然言ってます。全然言ってないの。本名は平沢貴文です。平沢さんでいいやん。平沢さんでよかったですね。でもどうせやったら、なんかかっこいい名前で呼んでほしかったんですよ。道明寺。なるほどね。道明寺は。でもドーナツやったらまだ漢字の可能性も若干。ドーナツ。ありますか？同じ。何回か。ああ、確かに。ドーナツ。ドーナツな？ドーナツさん。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 あ、次それで試してみますな。いや、ややこしいやん。すごい、いいで。すごい聞いたかった。急に雑魚なんですよ。うさぎも呼ばれるやろ、全然。あ、確かに。俺呼ばれるよ。あ、恥ずかしくない。恥ずかしい。どうだろうな。うさ、でもな、多分な、聞き慣れてない人は、その、うさみさんとか、あー。うさ、うさきとか、そっちの方で多分。うさぎもいるんじゃないですか。ほんまに。うさきさんとかね。いそうじゃないですか。うさぎさん。うさぎはおらんの、ほんまに。ゼロ。俺調べたんやけど、一回。
ゼロないもうそういうことじゃない。あれ漢字違いは調べた？漢字違い、漢字違いも調べて、日本しか調べたけど日本はゼロ。じゃあ海外は、海外は可能性低い。海外は可能性低い。まあね、可能性としてはね。日本ではゼロだった。うさぎさんとか、まあ聞こえるな。本名は何なんですか、うさぎさん。これ高橋。全然知らんことっすわ。なんか高橋なんか高橋だけで。だけこんなやつおらんやろ。高橋だけで付け忘れやんな。あーなんやねん、国に厳重注意されるから。そうそう、親がだいぶ注意される。なんか映画とかでありそうですね。あるか、あるかいいでしょ。あるか、初めて目ついてましたよ。あるか、メガネなかったよ。メガネなかったよ。メガネなかったよ。やばかったよ。やばかったよ。大丈夫、メガネないバージョンでやってみる。なんでな、お前広げたの。広げしろちゃいますよ。広げしろ。わけわからんのとしますよ、これ。はい、次の次のトーク行きましょう。はい、次のトーク。あ、ピーナッツ出るコメントなんか。いい話でしたね。コメント。コメント。ピーナッツはコメント読むのがめちゃくちゃうまいらしい。はい。コメント読んでよ。この間でも、あ、この間谷六でチェリー大作戦の鎌田が。鎌田。タチションしてたっていうのが普通にあかんやん。 NG じゃん、普通にあかんやん。なんで4、6、なんで過去のコメントしか言ってない。4、6、4、6、今の他人4、6、9で4、6、9、それぞれマーキングの駅でもう今年32ですよ。9、9の時はあんま出てなかった。32なん、もう今年で32なん。結構年上だ俺ら。あ、え、じゃあ32ってことは、タミコ俺昭和63年です。ダンテダンテ。どういう意味ダンテ。え、どれ、何の紙間違えるの。何が映画ぐらいよ。どういうこと。ダンテ。あ、ダンテ。ダンテ63年だから3年っていうのと、だよねっていう。だよねって言わんもん。だよねっていうことだから知ってたもんね。だから3年だよねってことですよね。ダンテ3年のだよねで。はい、よく混ぜるくらいだな。おらいなんだな、ダンテ。はい、次のトーク行きましょう。残り2つ、2つグッド、ドーナツと。なるほど、これようわからんから、これ行こうかな。あ、いいっすか。なんて読むの、これは。最高です。最高の回。はい、亀田史郎さんそうな、いるじゃないですか。最高あるじゃないですか、これ。最高、最高、最高。なんでしっかりやってるの。今しゃべってるんですけど、しっかりやってる。なんで静かに。もう名前なんで。なんでって呼ぶな、お前。ガテミン、すいません。ゲームキャラクターの最高の好きで、僕あの、はい、でちっちゃい時から好きだったんですけど、ちっちゃい頃から、はい、あの亀田一家がまず好きなんです。もうボクシングしてた時の。あ、別に最高やってなかったよな、ちっちゃい時。はい、その前からもうずっと好きだった。あ、なるほど。で、YouTube やりなくて、それ見てるんですけど、なんかこのオフ会みたいなのちょいちょいやってて、で今回3回目だったんですけど、僕行けたんですよ。行ったっていうのが、その1回目2回目はロフトプラスワンで、まあまあ何人結構多いじゃないですか、数は、入れる数が。今回もう30人限定で、あの西成のバーでもう当たれば行けるみたいな。ちゃんとあの文書いてね、あの ここが好きですとかもういろいろ書いて当たって行ったんですよね。でこれまあ一つはやっぱ好きっていうのもありますし、こういう時に話せるのが主な話になればいいなと思って、それで行ったんですよ。まあ、会費もありますしね、一応。で、やって、まあ、じゃんけん大会があったんですよね。まあ、買ったんですよ。おお、え、おお。で、バスタオルもあったんですよ。バスタオル、でっかいあの亀田の。で、あのお酒一杯飲むごとに数、なんか数字書いてる紙もらえるんですよね。で、5杯飲んで 5個あって、当たったんですよ。それは何、抽選、抽選で当たって、で T シャツもらったんですよね。おで、亀田史郎、まあ、亀田家の妹、一番下に姫木っていうのがいるんですけど、姫木ちゃんとやったんですよ、YouTube。姫木ちゃんのじゃんけん大会にも勝ったんですよ。え、すごい。これからバスタオルと T シャツとクッキーもらったんですよね。クッキー、クッキーは何それ。クッキーはあのバレンタイン、一応バレンタイン近かったんで、2月15日なんか。その姫木ちゃん手作りじゃん。わぁ、いいか。めちゃくちゃ可愛いもんね。そう、可愛い、可愛い。で、終わったんですよね。で、楽しかったなと思ったんですけど、終わってから気づいたんですけど、全然おもろい話にならんかったんですよ。なんなかった。楽しかっただけ。まったかったかった。もう飲みながら、最初の方は、こんなおもろいこと起こるなーっていう匂いめっちゃしてたんですけど。なんか、ただじゃんけんして、くじ当たって。本当に、なんもなかった。ほんまに。ほんまに、めっちゃ探して、1個出したら、最後握手で送り出してくれるんですけど、その時、
あのシロさんと目合わんかったぐらい楽しすぎてやね楽しすぎて大好きですね、喋ってもないですよ。だからオフ会でバーちっちゃかったんで喋れると思うんですけど、喋れるあるもなかった。え、どういう感じでやるの？もうみんなに飾りつけるの？バーの真ん中らへんにこうバーンって座ってあって、うんうん、わー言って、うん、で、なんかへっ、お、どこから来たみたいな、あれ、何やぐらいの感じなんですけど、何やって言ってちょっと喋ったら、まあんま盛り上がらなかったりするんですよ。まあ素人同士というか、うんうん、でもね、缶のペキって言ったら、僕が言う時があるんですよ、うん、缶のペキって言ったらボカーンって湧くんで、そしけることないですよ、絶対もう最高ってやったら、何でもそんなんとか言ったらいいやん。いやでも、あの、楽しかったんで、そのおもろいかなって。ちょ、おもろいやん、それめっちゃおもろい。そう、好きなのによ、あ、おもろ、あんまおもろなかったですわ、みたいな感じになってるで、今。え、でも全然、いや、僕は楽しかっただけで、別におもろい話には全くならへん。平和やったね、ハプニングを持ったわけじゃないってことね。楽しいとおもろいは違うもん。探すとすれば、うん、あの、YouTube の最後に音楽流れるんですよ。あの、登録お願いしますの時に流れる音楽があって、それ歌手の方の、僕知らないアーティストなんですけど、今日はゲスト来てますみたいなんで、うん、半ばで。で、みんなね、あの、K1 のコウジっていう選手とか、うん、結構仲良かったり、で、コウキ選手、大輝選手が来ると、多分こう、バーってなってるんですよ。フリー的にそんな感じで、ほんなら、そのアーティストの人がバーって来たんですけど、うん、誰も知らんから、全然盛り上がらん。探すとすれば、探すとすればね、もう探さないでください。探さない方がいい。楽しい思い出でいいから。楽しかったなって。楽しかったね。楽しかったやろ。楽しかったです。いっぱい当たって。いっぱい当たって。ちょっと似てるもんな、顔。確かに似てますね。どっちかが寄ってきてるんですよ。確かにお前やろ。お前が高校やろ、絶対。じゃあずっと遊びたい。そうです。シロさん先行。向こうが先行やろ、絶対。先行高校あるんですか、寄りの先行。先行、あ、高校か。高校あるやろ、絶対。そう。お前が寄ってきてるわ。いい話でしたね。まあね、楽しかったっすよ。なかなかいけないですからね。あ、ピーナッツ来てるコメント。コメントですか。コメント。この間、千里中央で。千里中央。はい。遠い。堂前さんがさん、うん、ラッパーの般若の出待ちしてたどこでライブしてるやつがまず、また般若が微動筋の最果てやろ。意外と、意外とああいうの好きなんやなって思ったら結構般若さんのラッパーバッタ見ただけで分かるんだ、出待ちしてるの全然中央じゃない、般若中央、すごいですね、中央じゃない。じゃあ、あとは僕ですか、平沢のなんで本名で行くんですか。行きましょうか、はい、NGK オールナイトにて、はい、先週ぐらいなんですけど、ね、あのオールナイトライブあったじゃないですか、うん、NGK で、で、僕らがその4時台の出番やって、うん、4朝4時ね、遅い朝4時の出番やって、で、ちょっとなんかこうお祭り気分じゃないですけど、うん、もう4時のテンションみたいになって、なるなる、みんなそのつかみとかでなんかそのかぶせあったりとか、うん、そういうのやってて、で、僕らの出番の1個前がプードルやったんですよ、うんうん、で、プードルのメラちゃんがなんかその後輩がやったギャグみたいなのかぶせるみたいな、時折ピートのイコカとランランのウェーシみたいな、で、エルフのハピネスをなんかこう、つかみで一気にごちゃ混ぜして、うん、はメラちゃん風にこうハッピネース行こうかーでーしみたいなのやったんですよ。そしたら会場ブワーを入ってで、メラちゃんも気分良くなってわーみたいなのやって、わーってやってる時に急にあ、ハンナ出てた子供がなんか話し出してそれはけていったんですよ。どういうこと、どういうことってメラちゃんがおもろ止まる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 ってなってめっちゃ手待ってるんですよ。何してんの、おもろで、ピーナツがそのまあ起点聞かしてじゃないですけど、メラちゃんの T シャツなんですけど、衣装それ借りてちょっと出て繋ぐみたいな、メラちゃんが。で、まあ、鼻血止まって、ピーナッツもじゃあ戻ってきて、で、メラちゃん裸なんですよ、その時。うん、T シャツピーナッツに貸してる。でも、テンパってテンパって、ピーナッツにジャケット貸してっつって、裸にジャケットでバーって出てくる。そっから漫才しようとして、入ってころかそんな裸に。ネタ、ネタした。ジャケット、ジャケット貸してとかもなかったんですよ。メラちゃんこう、テンパって僕に、僕がここに寄って、ジャケットバシン取って、このままです。なんかもう、追い上げやったみたいな。何やったんそれ。チーは大丈夫です、舞台上の。いやで、プードルの出番終わって、次僕らやったんで、バーってどうもーって出てきたら、サンパチの真横に、もうその、殺人現場みたいな、チーが貼ってきぐらい、ポトポトみたいな。めっちゃ出てるな。すごい量やったんや。そんな、受けたことないぐらい受けたってこと？いや、なんなんすかね、なんか興奮してテンション上がってこういうで、ねえこのタイミングお客さんからしたらその、どこまでがマジかわかんない。いや、ネタちゃんマジだよ。後ろのお客さん、鼻血も見えてないんで、ネタちゃんが本当に
テンション上がってはけちゃったみたいな。メラちゃんあれあその日あれちゃんのバイト終わってかけるでバイトでオールナイトだからめちゃめちゃ疲れてたよ。疲れたもんだ。めちゃめちゃビビってでも受けてなんか気持ちよくか元気になって出てまうやな。はい、ここからは、続いてのコーナーは僕が仕切らせてもらいます。はい、本日出演のかけるメンバーから、事前に先輩であるロングコートダディさんへ、はい、質問を用意しておりまして、こちらの、ボックスがございまして、うん、こちらにみんなからの質問がありまして、はいはい、で、匿名で書かせてもらってます、これ答えへんってのあるんですか。いや、その答え、絶対に答えていただくっていう手でやらせてもらってます、あ、そうなの。結構際どんな質問でも絶対答えていただく。絶対に、はい、分かった。犯人探さんといてくださいね。誰の質問かは聞かないっていう、探さないで、そういうルールないです、はい、絶対答える。早速じゃあもう先に聞いてください。はい、これだ。でん、うさぎさん最近何釣りましたか。なるほど。釣りが好きやね。釣りが好きやけどね。それドーナツのやつですね。最近ドーナツを言うてもってる。もうそこ言うから。匿名でドーナツです。匿名で行こう。かわいい。かわいい。いや、僕も釣り好きなんで。あ、そうなの。あ、ちょっとごめん、答えられへん。なんで、なんで、なんで、なんで。なんで、なんで、なんで。なんで、あ、なんもないから釣り上げたんです。パンティーとか釣り上げたんです。これはマジでごめん。パンティーやで。やべるやろ。ラインライブやから言われへんじゃん。これちょっともう言えない。いや言えるでしょ。その死体とか釣り上げてたらその言えないです。えぐ、そんなことある。最近は、はい、おとっといかな、え、ちゃうわ、3日前、4日前連続で釣り行ってはいはい。でそんで2日間で多分24時間ぐらい釣りしてんねんけど、すごいね。すごいな。イワシを2匹サイズ感ですか。それだけですか。イワシを、え、イワシを、あ、5匹だったかな。ほんまこんなん、豆イワシみたいな感じですか。もう豆イワシかな、これ、カタクシだ、カタクシですか、うん、あ、そんな難しいんですか、やっぱ釣れないんですか。いや、この時期はマジでけど、いや、なんかね、情報が入って、その西村ケイソンっていうポイントがあるけど、そこでは今40センチぐらいのサバが上がってるみたいな。めっちゃいい。それを車借りて、5人ぐらいで行って、芸人。あ、そうですね。で、釣ったんやけど、もう誰一人釣れなくて、でも魚いないっていう結論あって、今魚いないって何の情報やったよ。でもなんか聞いたら、なんか今度の今日何曜日っけ、今日金曜日、金曜日ですよ。明日明後日の土日で、なんか占い師がちょっとやばいのが来るかもしれないですみたいな。魚ですか。魚じゃない、え、魚じゃない、ちょっとやばい、そのなんか地震かなんか来るかもしれないですみたいに言ってて、明日明後日ですか。そう、こう、それをなんか達が、いや、これ魚いないっていうのはちょっとおかしいんで、もしかしたら魚ってそういう、あ、危機感にも、なるほど、どっか逃げてる、逃げてるのかっていう。これがちょっと俺はもう怖なってもうて、明日、明後日が。ちょ、なんでこんな空気か。最悪怖いですよ。とんでもない空気。最悪な話。ただこっちも怖いし。え、それどこの海なんですか、ちなみに。これはでも大阪湾。大阪湾ですか。西宮。うわ、じゃあ怖っ。相手が見えん分なのに、強く否定もできない。怖いね、話でした。そんな話になると思わなかった。ただ釣れなかっただけの可能性もありますね。で、神崎さんがもう伝説のロッド見たんですったけどな、その時。伝説のロッド、神崎さんがなんか、うわ、お前が来たっつって、はい、なんやなんやってみたいな、ずっと釣れんかったから、はい、みんな楽しみにしたら、なんかもうこんな長いでっかい古びた、はい、もうサビツサビのロッドが上がってきて、釣り竿が、釣り竿がピンルついた。で、伝説のロッドやーってなんかみんなではしゃいったんだけど、その後すぐ神崎さんの自分の竿がバーンと折れて、呪いのロッドやったんすか。呪いのロッドやったみたいな。どんな話だよ。どっち行っても暗い。いや、なんか全部暗くなるんすよ。楽しくないな。次の質問行きましょう。次は楽しいんで。その場にやったら面白かったよな。次のお前さん、せっかくやってください。でもウサギ流しちゃったのか。そういうのもあるよね。ドビン。好きな歌の歌詞は何ですか。好きな歌詞、歌の歌詞、歌詞これワンフレーズ聞きたいんですよ、なんか。なるほどね。ワンフレーズね。なんかその人のなんか見えません、なんかその人間じゃないけどこういうのって、うん、どんな人かみたいな。それはあるよ。そう確かにありますね、そういうの。絶対ピーナッツや。いや、そう、俺そう、俺ないから自分からグイグイ聞いてるもん。なんか俺から言っていいじゃん。あ、提案します。これはね、ベースボールベアの、あ、はい、ドラマチックっていう歌のサビの、はい、ドラマチックチック止められそうにない
止めたいと思わない。ちょっと待ってください。本当に好きですか。えドラマチックチック。止められそう、え止められそうにない、止めたいと思わない。そう、3秒で忘れられる歌詞。どんな心境ですか。あれ3秒で忘れられる歌詞。衝撃ってこんな歌詞聞いたことない。聞いたことないですか。止められそうにないまでは分かるけど、はい、あ止めたいとも思わない。お前何してんのですか。止めたい状況分からん。そうそうそう、衝撃ですね。これ好きです。ああでもそれが好きなんや、はい、歌詞。俺いや聞きたいですね。何やろう、俺歌があんまほんま聞かんからね、歌自体を、あれかな。でもよく歌ってたあの歌詞、あ、キューミニパラムバレル。ああ、いましたね、いましたね。めちゃめちゃ、でも、あの、こわもての人ですね、ちょっといかついですね、顔確かに。あ、顔あんま分かんない、俺。結構激しい、そうそうそう、激しめの感じの。それの、ブラックマーケットブルースっていう歌の、はい、ブラックマーケットブルースで、お前を、売り飛ばしてやろうか。ローリン業みたいな。闇市のブラックマーケットブルース。それがまず何すか。ブラックマーケットブルース。飛ばしてしまいそうだなと思って。笑ってしまう。笑ってますよ。怖いですよ。それかな。スラムガイちゃう。それがバチンと来たんすか、ほんと2人とも。めっちゃ怖い。バチンと来たよ。竹原ピストルとかじゃないですか。竹原ピストルさんの歌詞は一つも知らない。嘘は男じゃない。結構知ってる。それがフォーエバーとかね。フォーエバーもそうですね。それ差し置いて売り飛ばしてやろうかが来たんですか。ブラックマーケットブルースで売り飛ばしてやろうかに。お前をブラックマーケットブルースでお前を歌ってんかこれ。まあまあ替え歌じゃなかったら替え歌じゃなかったら OK です。そんなに飛ばしてしまい。聞いたことありますか。あーありますね。そこほんまに歌しないって。ほんまに歌しないって。好き歌いのに。なんとかひねり出した。ほんまに聞きたかったんですけど。ほんまに中学高校生くらいまで記憶バーッと下がってやっと。そんな機会に全然覚えてないわ、歌詞なんて。はい、じゃあ続いての質問参りましょう。まだいけんのこれ。あ、いける。じゃあ続いてで最後の質問になります。はい、バン。よいしょ。僕たち二組のコンビ名どうですか。おー、これ A に対して。これ僕の質問なんですけど。でもね、なんで匿名でお願いしますね。ロンドンダディってめっちゃいいっすよ。めちゃくちゃいい。なんか言いやすいし。いや、どうやろうな。覚えやすいですもんね、響き的に。どうやろうな、ちょっと。長いなと思うけどな、今。まあ長いなとは今。まあでもそれよりも長いか。ドーナツピーナッツは。これもだいぶ長い。ドーナツピーナッツはめちゃくちゃいい。ドーナツピーナッツいっちゃう。しかもドーナツとピーナッツやってるしな。覚えやすいですね。どっちがどっちかっていうのはちょっとごっちゃになる時あるけど、ね、ああ、うん、でもめっちゃいいと思う。ドーナツピーナッツは。いいっすか。インを踏んでる感じも。ああ、覚えやすい。言いやすいね。じゃあドーナツピーナッツ。ドーナツピーナッツ。チェリー大作戦も最悪。チェリー大作戦は結構最悪。普通褒めてもらいたくて書いたんですよ。何何いいな、お前らのコンビ名って言ってほしくて書いたんですよ。最悪。どっちが考えた。僕ほんまに僕適当に考えてる、うん、適当にそユニットでやった時に考えて、でもまあもうそのままでいいかってなって、はい、え何が最悪なんですか。いや、あのさ、お前らがさ、お客さんやとしてさ、はい、バーって漫才とかコント見れるってバーって楽しみしてんのにさ、はいはい、いきなりさ作戦が出てきたらどう思う。違う違う違う、作戦の段階で。いやいやいや、やろ。そんな練りに練ったら言われるわけど。そんな勘ぐるお客さんおらんて。作戦が出てきてもやっぱびっくりするだけ。作戦チェリーは何のチェリーな。いや、めっちゃ適当です。もう本当になんか何やり大作戦メロンとかでもいいですみたいなね。でもフルーツのチェリーの方。そうです、そうです、そうです。あ、そっちの方な。でも勘違いする人多いと思う、その童貞の方と。ああ、それでも言われますね。でもなんか下ネタっぽいですね。チェリーもあるし、ダイもあるし。そう、ダイもあるし。ダイもダイ、線もあるし。ダイはダイ、ショーダイとショー、ショーしてくるわ、なんかダイしてくるわのダイ。ああ、そういうことです。それはたまになりますね、そんな。桜もにダイするコンビなんかなって思われてた。桜もにダイするコンビ。あ、でもそれだったらお前の脳みそが好きでしょ。ドーナツ大作戦とかの方がいいかもしれない。なんか、そうそうそう、かわいらしい。チェリー、ドーナツ大作戦。いや、それと僕らがちょっと困るんで、ドーナツ。チェリーあげるやんか、それは。チェリーピーナッツやった。チェリーピーナッツやった。お前、それこそやばい。チェリー、チェリーピーナッツ。お前、だいぶシモですよ。チェリーピーナッツ。個人でチェリーって名乗るんですよ。チェリーピーナッツ、チェリーですって。チェリーピーナッツでもいい。チェリーナッツ、チェリーナッツ、チェリーナッツ、チェリーナッツ。
ないっすよ、そんな業界用語の1万円じゃん。チェーナッツ、チェーナッツ。今までは、なんか、いいトークプレイヤーを決めてたんやけど、今日からちょっとワーストプレイヤーを決めて、なるほど、ワーストプレイヤーには罰ゲームで、この配信の一番最後に一発芸をしてもらうという。一発芸。今まではでもなんか、そのベストプレイヤーが一発芸できるよっていう。フリー時間もらってもちょっと難しかったのを嫌になったよ。嫌になってない。ワーストプレイヤーということで。ワーストプレイヤー決めたらいいね。じゃあちょっとワーストプレイヤー決めてあげてくださいよ、お前。ワーストプレイヤーは、ピーナッツ。ピーナッツ。いや、ピーナッツ。ピーナッツ。結構意外でしょ。なんでピーナッツだった？ピーナッツは、あの、聞いたことある話やったから。あー、なるほど。そこ、趣味がないや。俺も聞いたことあって。初出し。はいはいはい。それで、聞いたことあった。いや、反応薄いなと。この段階でそんな聞いたことある話されても、もう嫌や。そうよ。一回やった話はもう。そうよ。今何年目？いや、もうないんですよ。もうね、かけるチャンネルでトークむちゃくちゃやばいんですよ。かけるチャンネルで初出しのトークやった。かけるチャンネルで初やったんで。どこで聞いたかな、俺ら。モンストかなんか聞いたんかな。いや、多分もっともすいません、確定じゃないからです、はい、まだ、あとで楽屋来てない。あれ厳しいそんなタイプやったんすか。これもう罰ゲーム交代ちゃうんすか、これ。これどうすか、ってことでね、最後に交代。いや、確かにな。あ、今のはちょっとやらかしてたな。やらかした。え、これマジっすか。罰ゲームは、はい、はい、蒲田キテレツ。あれ確かにやらかしてた。なんでやらかしてたわ。何をやらかしてたんですか。うかうかしてましたよ。油断してた。油断してました。いやいや、油断して僕じゃないやっていうのでな。罰ゲーム蒲田キテレツです。おー。一発ギャグいきますか。一発ギャグですか。ちょっと待ってください。新ネタ、新ネタ、何でもいいよ。新ネタの？あの、獅子舞のやつ。あれ。獅子舞のやつ？今溢れてるファッションだけで何か作ってもいい。全然今作ってもいいし。それ誰かからパッとワードもらって、なんかやりやすいか。カウントダウンあった方がいいかな。はい。5。しまいな、これ今多分しまいな。5からでいい。じゃあしまいじゃなくてもいいよ。いくよ。じゃあ行くよ。じゃあ川崎テレツの一発ゲーまで5秒前。4 3 2 1、どうぞ。カッチンコカッチンコ、悪い子はいねえか、悪い子はいねえか、うんちブリブリブリ、悪い子は俺。はい、ということで悪い子は蒲田キテレツでした。また見てね。さよなら。細い脇汗が出てた。